はい、100冊読書感想文の話100冊読書感想文の話。これはね、私は小学校の高学年の時ぐらい、5、6年生の時ぐらいの話ですけども、学校でね、読書感想文の課題があって、で100冊読んできて、それを100冊分ね、だから100ページですよ、100ページの感想文を書いてくるようにみたいな、そういう課題があったんだね。うん。で100冊読むっていうのはなかなかのねボリュームで、それ最初聞いた時ね、と思って、しかもですよ、夏休みにその課題が出たわけ。うん。夏休みの他の課題と、計算の課題とかね、そういう課題とともにですね、なんか国語だったか何だったか教科よく分かんないけども、100冊読むようにみたいな、そういう課題が出たわけですね。うん。でどうしようかなと思って、100冊を、まあ夏休みですか、30日ぐらいかな、1ヶ月ぐらい、それで読むっていうのはなかなかね難しいんですね。うん。で、途中でね、例えば30冊読んだら出すようにとか、とりあえず出して、そう、中間地点で先生にねこう見てもらうとか、50冊読んだら中間地点で見てもらうみたいな、そういう中間ポイントみたいなのがあるわけね。だから中間ポイントだけやってですね、夏休みの終わりにですね、例えば50冊とか30冊とかそれ読んで、読書感想文書いて、それで提出しました。うん。でまあそれが返ってきて、うん、で、あ、100冊ちょっと難しかったよねと。でもまあ50冊ぐらい読めたからよかったなと思って、でその50冊もね、全部小説とかボリュームのあるのを読んだわけじゃなくて、もうね、その時間的に無理なわけですよ。夏休みの間に100冊ってのは無理なわけ。1日1冊も読めないからね。だからしょうがないからね、図書館行って薄い本っていうのは、その図鑑とか、はい、図鑑とかを借りてきてね、それを読書感想文で、まあ、つまり字の量が少ない図鑑系のものとかね、そういうものを借りてですね、なるべく短時間で読めるようなものを借りて、1日5冊とかね、そういうのをやってクリアしてましたね。うん。まあ、それでもね、一応 OK でした。図鑑でも OK。うん。で、漫画は確かダメだったけども、図鑑なら OK みたいな感じ。で、出して、まあ50冊ぐらいできたんで、よかったと思って。別に怒られなかったなと思って。で、周り見てもですね、100冊クリアしたなんてやつはいないわけですよ。夏休みなら、ね、100冊本を読めないからね、みんなね。だからできるとこまでやればいいのかなと思って。で、それで放置してました。ただね、夏休み終わってしばらくしてから、先生に呼ばれて、これ途中までだけどどうなってんのって言って。つまり、100冊分読んでないけども、50冊で止まっちゃってるけども、続きどうしてんのみたいなこと言って。私はまあやってますよみたいなこと言ったらですね、じゃあなるべく早くやって出してねみたいなこと言われて、で私はこれ継続してたんだと思ってね、終わってないんだと思って、で9月10月ぐらいまでずっとかかって、またですね図書館行って図鑑借りてきたりとか、あとは普通のね小説みたいな本もミステリーとかも借りてきたりして読んでやってましたね。図鑑ばっかりだとさ、さすがにちょっとね、手抜きがひどいんで、はい、ちゃんとした本も読んで書いてましたね。でね、10月ぐらいかな、11月ぐらいかな、100冊読めて出しましたよ。うん。で結局ね、その課題をクリアしたのはクラスで3人だけ、私含めて3人だけでした。だからその100冊読むっていうのはね、私はすごく手抜きしてやったんだけど、それでもね、クラスの中で3人しか課題ができてないというね、そういう無茶苦茶なことがあったような気がします。